皆さんこんにちは、2023年、9月1日日本人の、兵庫県民神戸市民淡井圭介です。まあ、ちょっと皆さん落ち着いて聞いてくださいというところなんですけども、ウィキペディアの情報が特に芸能人の方などの情報が変わってるケースがありました。やっぱり昔から何回か見かけます。結婚してるだの結婚してないだのそういったことを含めてです。配偶者のところちょっとね、僕もその状況を見て、もともとね気づいてるといえば気づいてる方なんですよ。その一回僕もね、一回だけそのウキピリアの自分のね芸能人としての動向みたいなその内容流れてきたことあるんですよ。あれ何かな、寄付金、これね寄付金したからみんな芸能人になれるとかそういうことじゃないですかね。何か寄付金をしたか何か、ビザか何かので、それでちょっとね今本題は AI がね、そのウィキペディアの個人の情報を身勝手にコンピューターが変えてしまってるんじゃないかという可能性がね、あくまでも可能性ですよ。まあ、あくま感じが違う切るとかの方だったと思うんですけど、どうかなちょっともうそこ ひらがなにしましょう。難しいから、漢字の話し始めたらものすごく難しい漢字が出てくるときは出てきますから、画数、この画数何画あんねん本当に難しい漢字30画とかあるから、いや高等裁判所はね、昔僕は平成21年ぐらいかな、まあそれぐらいの頃に対応してもらった裁判官の裁判長が、まあ段階さんという方なんですけども、もう名前がものすごく難しいです。まあ段階を踏んでいって、まあ高等裁判所のまあ裁判官ということだと思うんですけども、名前が証明してるっていう、もともとあの方もブルーツラパーク来たことある方だったんですけどね。僕は若い頃1998年とかそれぐらいの頃、そうだったと思いますよ。ちょっと話本筋に戻しますけども、住んでるところも変わっていたりとか、住んでるところじゃない、出生地、出身地、実は誰か選挙出ましたとか、そういう話にもなってくるんです。例えば安倍総理だったら山口県から出馬してるから、まあ、なぜ出る馬なのかもそこからじゃ分からないんですけど、誰こんな意外な選挙出ましたでいいじゃないですか、山口県から。まさか現場じゃん。これね、いろいろ言い始めたらきりないんですよ。もうどうしてもこういう話ぐらいの方が一般の方にはいいかなと思うんですけども、僕もね、皇室の方たち、天皇家の方たちと昔からお会いしたりとか、いろいろお話しする機会とかあるんです。でまさか2019年もういろんなね結婚話した、それだけしてテレビ出た人たちとかの件でね、宇賀なつみに会いに行くって言ってるのにテレビ朝日の受付に座ってたのは眞子さま最初そんなところにこうした人いるって思わなかったから、もうテレビ朝日の受付の前にもうものすごく大きな、何メートルも縦横両方とも2メートル以上ずつ、3メートルかける3メートルぐらいかな、もうめちゃくちゃ大きいテレビが置かれていて、めちゃくちゃうるさくて、目の前に座ってる受付のテレビ局の受付でしょ、秋篠宮家の眞子ですけどもっていうものだから、最初こんなところに眞子様おるわけないやって、もうその目の前で怒りそうになって、それが実は当人で、後からよく見たしまったドアの中が宇賀なつみ出てくるし、宇賀なつみももともとフルーツラーパークに子供の頃来てるんですよ。でその親戚の姉の人かな、多分神戸市民の人だと思うんですけども、女性の裁判官だと思うんですよ。もしかしたら裁判員制度の方の裁判官かもしれませんけども、髪の毛染めていて、僕の調停で一回出てきて、両裁の男性援護しに来てくれた男性の方たち2人いて、で
その裁判官が髪の毛染めてるっつって叱られてるから。ちゃんとテレビ朝日の受付にいた時の眞子さまは髪の毛染めていないです。で、ね、ショートの動画か何かで眞子さまが茶髪のものが残ってるといえば残ってるって。まあちょっとね、もともと僕はね、1998年いろいろな天皇家の方たちとお会いして、いろいろお話しして、文仁様とかともお会いして、紀子様とも、でお二人をね、手つないでフルーツフラワーパーク内、眞子様と佳子様手つないでいろいろ散策というか、まあ、四階事務所まで連れて行ってしまった方なんですけど、本当は子供連れてきたらダメなんですよ。仕事してるところ、仕事場に、ね、4階事務所っていうそんなややこしいところ、この国の借金の実情、こんな年齢から働くこととはどういうことかっていう、そのね、社会の人にしっかりと貢献しなければならないってみんな教わってきて、みんな真面目に働いたつもりだったんだけども、先に国がみんなの税金使ってすんごい金額と国民の皆さん顔向けがもうフルーツ、僕の動画で、まあ、どこかで多分出てくると思いますよ。フルーツラーパークの本当の話、299億何千万も使って結果何億の売り上げとかも記録作っても無理、返済不可、ちゃんと人件費とか払わなきゃならないか、電気代とか水道代それだけでもすごい。もう議員のしてる人たちのしてることむちゃくちゃ本当にちょっとね、もうだ、もうウキペディアの内容も何回か変わってるのは変わってるから、まあ元総理の安倍さんのその山口県からの出馬はまだわかるんですけども、生まれはけど本当に東京都でしたっていうことになるんですよ。東京都出身地になってるんですよ今ね。山口県の頃あったんですよ、総理の頃出身地、出生地だったかな。だから、ね、もう出身地と出生地をそれをテレビに出てるアナウンサーがね、出身地だからとか出生地だからとかで笑いながら言っていて、自分が何言ってるか分かってないの。あんまり怒らせたら本当に裁判出すから、本当にお前らちょっと行動裁判所に出てこいと、本当に仕事の仕方を教えると、本当に昨日の NHK ニュースも真面目に頑張って放送してるように見えるでしょ、ニュース落ちない21時からの。だけど言ってること間違えてるから、太陽光パネル の廃棄物の量がね、今から何年後から、もうここ近年、何年後に1年間で廃棄しなきゃならない太陽光パネルが60万トンとか、わけのわかんないこと言い始めて、それは別の動画でしっかりと言ってるんですけども、もう向こうの方が僕の動画ちゃんと見るように言っておきますんで、太陽光パネルってね、まあいろんな種類あるんですけども、例えばこういうポータブルのものあります、こちらバッテリー、これがあるから重たいだけで、まあこれがあるからこそね、外に置いていても飛んでいかないっていう風吹いてもわかるでしょ、ペラペラものすごい軽い、グラムの世界、本当に100グラムとかないね。この3枚合わせて10グラムぐらいかなぐらい、本当僕もそんなの、もう重りこんな形で、そんなちゃんとした重り、重りなんか一時買いに行って測りたくないから、お金かかるから。で基本的に立派な太陽光パネルとかガラスがね、太陽光パネルの8割ぐらいを占めていて、そこに、まあ、他の部品とか使われてるんですけども、まあ、けどね、グラス自分で持ったことあります、みんなありますよね、グラス普通の透明のグラスですよ、透明のグラス軽いでしょ、コップとかは陶器だから重たいでしょ、だから60万トンなんかなるわけないのにそれ下の土台で金属使ってる人たち存在するでしょ。僕から言わせたら、これみたいにね、もう余ってる、
川とかでもいいじゃないですか。豚さんとか牛さん、うん、そのお亡くなりになった時、人間が食べる時ね、あの皮があるじゃないですか。それ舐めしてね、舐めしてっていうのは加工するんですよ、皮を丈夫に。で、それでつなげておいてね、上に四隅に、ね、もうこれぐらいの重さ20キロか20キロぐらいある石ポンポンポンって4つ四隅に置いておきゃいいんですよ。本当にそれ飛ばないから。そんな繋がってる太陽光パネル誰が盗むんですか。10トントラックの下から溢れかえる。本当に下の方のそのね土台の金属、多分それまで計算してるね。テレビに出てるアナウンサーがもう、僕が世界の5大問題と地震の発生の仕方について、本当は6大問題なんですけど、それ軸にして考えなきゃ間違えるよって言ってるのに、何十年も前から同じことずっと言ってるの。どうしましょうこれ。本当にもうそんじょそこらのちょっと年上のアナウンサーとか調子乗って僕に向かって敬語で話さなくなるんですよ。年上なだけで立場分かってるんですよ。たまに年下で僕に敬語使わない大バカ者がテレビ局に現れるんですよ。とんでもない大バカ者が。本当にもう事情を今まで話したから、本当に今更聞いてません、忘れましたで、ね、すまないから、世間様に公表するから、してるから。本当にまあ僕もね、あんまりそのアイドルグループとかが本当に社会のことをどうせ分かってないから、もういいかちょっともうアナウンサーも一緒に行ってってちょっと教えて、もうついでに踊っとくって身振り手振りで、どうせ体鍛えなあかんしって、もうお腹出てくるよって、何かし運動しなかったらって、もうこれは本当の話だから、運動しなかったら、まあまあ僕もね、まあ、僕からの提案で、まあ、欅坂は絶対できた方なんですよ。その後名称桜坂、よく考えた習近平国籍に1回日本首脳会談に来たのタイミングがおかしい。習近平国籍来てくれる頃に、まあ、日本昔は本当に満州国とかで中国の領土進出しちゃった方ですから、その辺はちょっと中国の皆さんごめんなさいなんですけども、だからといってですよ、だからといって僕のアイデアでもうほぼほぼね出来上がってる我が天下とか戦国方法について僕に対しての支払い1円もない、それはそれで日中関係おかしくない、それはダメですよって、あんまりむちゃくちゃな金額僕も求めませんから。ただ業務改善とかに乗り出さなきゃならないんだったら、株の話でね、そこから純利益で自分の手元にいくら入る話だとか、そういう話にもなりかねないんですけども、あまり言うこと聞いてくれないんだったら本当に。けどね、それね、その純利益ってわかります、営業利益、経常利益で純利益なんですよ。で、純利益までたどり着こうと思ったら、例えば工場だったら設備投資、工場ね、生産ラインの機械、ああいったものを買った時のそのお金をね、支払いしましたと、完済しましたと、ローンを、それでやっと純利益の世界なんですよ。っていうことは我が天下と戦国次々ね、いろんなものを、まあ僕も最初から伝説の武将までは言ってるんですよ。で、特殊系、自分のことまあ特殊系だとか、まあ SP、 まあ SP の方はまあ天皇陛下とかの護衛とか総理とかの護衛とかね、そういう SP スペシャル武将っていうことで、まあバリエーション、その武将が底つきたらどうしような話は一番最初からあったんですよ。でも、もう作りすぎ、本当にもう後から来る世代の人たちが、もう新規の人たちがあんなに覚えなきゃならないことが多かったら、もう泣けるから、本当にもうちょっともうちょっと一旦新しいことストップ、我が天下も戦後もうそれだけで売り上げ増えなくなるから、もうそうじゃなくて、もう何年ももう辞めてるプレイヤーの人のデータ削除させてくださいの方向でしっかり告知して、データ軽くしないとね、コンピューターとか借りてる方だと思うんです、いつ事業が終わるかわからないから。そんな大容量のデータ1000万ダウンロードとかに多分もう
世界中で販売してるから2000万ダウンロードほど行きましたっていうことは、辞めていた人たち1000万人ぐらいいらっしゃるでしょう。もっといらっしゃるかもしれない。多分もっといると思う。本当に2000万ダウンロードだったら大体の人はこんなに長いゲームしてられんわっていう状況になるんですけども、そのゲーム、まあまあちょっと話それすぎましたね。ちょっとね、今回はそのウィキペディアの内容ね、その例えばバイオリンの石川綾子さん、ストラバリウスという、世界最高級のバイオリンとは呼ばれてますが、まあ、1億円したかどうかは見たらわかるでしょう。木材加工したものですよ。かといって金属で作るのもエレキギターとかでも今あるもので十分ですから、もう本当に弦とか貼り直しはいいだけだから、本当は大抵もうそれだったらもう中の基板がもう壊れたんだったら基板交換したらいいから、本当はこれドライバーまあシャンプーエンジニアリングとかで僕は働いていたことがあるから、ちょっとだけですよ、数ヶ月、まあ、それでね、普通の洗濯機とかだったら修理できますから、あとエアコンとか大体基板こう、まあ洗濯機はね、最初から基板が水分とかでやられないように最初からコーティングしてあるんです。ジェルというか、まあジェルでいいと思うんです。その時間が経過するとね、固まるもの、それで基板を完全にコーティングしてるんですよ。それでいやもう水溜めたりしてるから、洗濯機って水分に弱いんです。水分って水って電気通すでしょ。だからちょっとあまり電子機器にはよろしくないんですね。だから今のテレビとかは密閉率はすごく高くしてあるんですよ。だから基板とかなかなか壊れにくくなってる。あと LED っていうことでランプがまあ長い間持つっていう仕組みになってるんですけども、まあ、僕から言わせたら大抵のものはもう今テレビなんか基板交換するだけでいいでしょうっていう状況なんですよね。だから各家電メーカー統合して同一のね、種類のテレビ作って、あとは大きさ違うだけにしておけば修理する方も分かりやすい。まあ大体修理するとき基板の交換ですね、あるとすれば大体。まあちょっと僕はね、今年だったと思いますけども、ヘッドホンをね、差し込むところに差しっぱなしの状態で、その足でヘッドホン引っかかっちゃって思いっきり。それからもうヘッドホン差し込んでも音聞こえなくなっちゃって、テレビ、まあまあいろいろありますよ本当に、うん、もうここ電車の線路のすぐ横だから、今も踏切になってるところ電車通った何ニュースで何言ってるのかわからないですから本当まあとにもかくにもうね、今回の私のその結婚問題も裁判所に提訴してるんですけども、ちょっと本当に先に結婚して人たち、その誰が結婚して誰が結婚してないのが話から本当に、いやなんかこの人ずっとテレビ出っぱなしなんですけども、本当のところどうですって、まあ最初の5年間はね、家買った時ローンの返済って、最初の5年間ってローンの金利負けてくれるんですよ銀行は。だから最初の結婚した時の5年間が勝負なんですよ、夫婦共働きで。一気にそこで借金をだいぶ減らしとかなかったら、子育てしながら借金返済するのってかなり大変ですから本当に。だけ、本当は結婚した人がテレビに出る、いろんなところで働いてね、で子育てもある程度終わって、それからテレビ出演のアナウンサーになる、で社会経験を身につけてだったら理解できるんですけど、こう順序めちゃくちゃでしょ。今でもテレビ局のアナウンサーが僕を教えてるのに、もう何かも間違えるか、それを全国放送なんかで言っちゃうか、もうそれ見た国会議員の人間違えるんですよ本当に。どうしましょうこの世の中。もういろんな人が言ってますよ、このままこの人にテレビ出てもらったらいいのになって電車の中とかで言われます。そういう言い方をしていただけるのはね、別に僕は受け入れやすいんですが、僕のことをちゃんと敬語扱いとかでね、
喋ってくれるんでしたらね、たまには世の中のこと分かってない、二十歳そこそこぐらいの髪の毛染めてる人間、僕のことどうこうどうこう言ってるやつらとか、髪の毛染めてない人間もですよ、もう目の前か、いやもう我慢の限界来たらもうその先は言いませんけど、分かるでしょ、刑事訴訟法で一般人にも逮捕権あるって、それ何回もしてたら分かるだろ、刑事訴訟法、刑法でも挑発行為、民事でもあるって言って、民事訴訟法もたったん最後の刑事訴訟に変わるから、累犯加重、累犯加重、併合罪、併合罪、裁判妨害、ストーカー行為法やん、3つも揃ってそれ何回も繰り返した、君ちょっと大変なことになるよ、裁判所で僕は教えなきゃならない法廷でって、まあ、ちょっと話それすぎて申し訳ないんですけども、ウィキペディアの情報、特に個人ウィキペディアの個人情報もよくわからない、石川綾子さん一回結婚していたような気がするとしか言えないんですよ。だから AI がね、身勝手にサイバー攻撃かけて、データコロ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 変えてるのが本人でも、浜崎あゆみという歌手、まあ、僕と同じくらいの年齢の僕46歳なんですけども、同じくらいの年齢の人だったら、ああ知ってる知ってるって、まあ今の二十歳ぐらいの子とかだったら分からないと思うんですよ。で僕もそうだったから、二十歳ぐらいの頃、あんまりもう20何歳も上の人のその音楽関係の、まあ歌手とかバンドマンでもそうですけども、分からないから、大体世の中そういうものだから、そのあたりもね、出身地かな出生地は何か変わってたような気もするし、アナウンサーも名前が違うかったのかどうかっていうのもあったし、実際僕と一緒に僕の働いてるところに現れて、ね、結婚話しに来た関西の前田明子っていうアナウンサー、もともとはそうだったのかな。だから音声入力っていうシステム、 Siri っていうものあるでしょ、マイクの映画ついてるの、あれ使って喋るとコンピューターが返答するっていう、それとそのエシロンというシステムで AI が自動で動いてしまってるのか何なのか、もともとね、そのウィキペディアで記載してる文章、大抵の人たちも文章の書き方が上手でしょ、綺麗な文章で書いてるでしょ、誰か管理してる人がいるのか、管理してる人の方がね、例えば100人分パソコンこう打ち込んでね、綺麗な文章で書いて、何年にデビューしてたとか、だけども本人がこう言ってますよ、ああ言ってますよって、それ本当っていうことを言われた時に、その人が100人分200人分管理できるかって言ったら無理なんですよ。これは大きな会社の現実です。芸能事務所、ページに自分から運転免許証貼り付けておくぐらいの根性ありませんかっていう話なんですよ。まあ住民票でもいいでしょうし、原稿席等本でも、もうそこもあんまり売り上げその当たりなかったりだから、もう分かるでしょう、もともと芸能事務所なんかできては潰れてできては潰れてって、もう昔年間で何十件何百件、みんな聞いたことないっていうような、芸能人でも聞いたことないっていう芸能事務所を身勝手に名乗ってる一覧表とか僕持ってますからうーん、法人税っていうのもね、資本金が、まあ、元手がね、800万ほどある方たちは法人税率22-3%ぐらいだったと思いますよ。それは法人税率で調べてください、インターネットで入力していただいて、だけど国のそういったデータは変わることがないから、分かんないんですよ、何原因で情報が変わってるのか、結婚したり結婚してなかったりとか、もしかしたら離婚した方ですかっていう話にもなるから、本当は結婚したふりをしていたとか、
なんでそんなそういうことする必要があるんですかの話になるんですけど、もう分からない。その一応僕は結婚休を終えて今一番手は佳子様みたいな形にさせていただいてます。片やテレビ局にその淡井圭介の結婚問題の解決協力してほしいということを言ってるんです。もう佳子様から返答何もないから結婚してあげますとか何もないんです。本当にテレビ局の淡井圭介と結婚話した人間が実際結婚した人がですよ、淡井圭介に結婚しましたっていう手紙なんか誰も送ってくれてないですから。30人以上いるんですよ。結構その当時僕とある程度上下12歳以内ぐらいの人間でもこれテレビ局という会社まで阪神淡路大震災の被災者に金儲けに走ったんちゃうか。それだったら事務所の事務所のその人事務所いや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 アナウンサーアナウンサーアナウンサーテレビ局でしょって隠蔽隠し隠蔽はさないか、まあ、隠蔽隠しでもいいかね、個人事務所の方になんか追いやれなくなるでしょって途中でこの人なんか正直ね NHK ニュースウォッチ9のスポーツコーナーのアナウンサーニュースウォッチ9も曜日によって土日も確かあったでしょ。スポーツコーナーのアナウンサー本田朋子にちょっと似てるんですよ名前変えてテレビに出てきましたいや証拠僕のあの裁判の件でも本当は証人になれるからその両顎を割られた件のそのどういういきさつ翌日神戸大学附属病に本田朋子と小林真央が2人で来てるんですけども、その後この人がここで強制わいせつされたことになってるって未来からの時間軸の声で聞こえてきてるから助けに来たつもりがそのもうすぐに私たちも東京もならなきゃならない仕事しながらそんなこと無理だ。それだったら言ったらいいじゃない警察官の人に。でさすがにそこ警察官がちゃんと公園に来てくれたらいいでしょうそうせよ僕強制わいせつされなかったのにめちゃくちゃきついから両顎を割られた後神戸大学附属病院国立病院で無理だってそんな状況で、そいつがその強制わいせつしてきた人間がもともと私が子供の頃に流刑の対象者だったものである可能性があります。私の件でね訴えてくれた人は別の人かもしれない。だから裁判番号僕の名前じゃ出てこないと思います、その流刑の裁判と思いますよ。分からないですよ、その裁判所のシステム自体が自分で働かないと分からないから。ちょっと話それすぎて申し訳ないです。以上です。皆さんご清聴ありがとうございました。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。まあいろんな方に僕 の, ホームページとか、YouTube、チャンネル登録、今 YouTube はチャンネル登録でホームページはアクセスの方ですけども、まあ、ご覧になっていただいてね、世の中どうなってるのかっていうところ、まあ、経済にしても何にしても僕からの正しい情報を見てもらった方が分かりやすいと思います。本当にもうナチュラルとコーディネーターの話ナチュラルの意味は自然もうテレビでそのねニュースウォッチ内のその太陽光パネルの数年後に60分と、はい、これスポーツ界のその笑わせてきた方が悪いっていうルールがなかったらこれ無理でしょ本当に真面目な顔何回間違えてんのあなたたち。それで基本給僕に高かったんでしょ。ボーナスある、住居手当もある、扶養手当もある。これ笑いながら言ってるからいいですけど、そのうち僕すごい怒りますよ。怒って言っちゃったことあるから一応ね王者よテレビ朝日の大下陽子さんワイドスクランブル、僕の方からもうもうアナウンサーからもう役員何人か入れとかなきゃダメだからっていうまあテレビ朝日の役員にね取締役になった方の人です。ちゃんとその人はね敬語で謝ってきますか。僕より年配の方ですよ。今までの事情知ってるから
それ本当に裁判なんだ。テレビ局の圧倒的に不利でしょ。もう僕入り口とかでたらい回しになってるから、最後こういう話そらしてきた。眞子さまも、私たちも上の人の言うこと聞かなきゃならないしって、そこ僕より10歳ぐらい年下だから、眞子さま 10歳 もっとでしたっけ。小室圭っていう彼も、彼が学生の頃から淡井圭介が働いていたサンパレスロッコの2002年勤務時に会いに来たりもしてるんですよ。で、僕の方からだいぶ無茶なことアメリカの方の法律よく分かってる人やっぱり必要ですよねっていう話で、小室圭氏にも最初から法律の世界言っといた方がいいと、最初から言っとかないともう取り返し聞かなくなるかなって、アメリカの裁判官目指した方がいいっていう提案してしまった。ものすごい巨大な壁、各州によって法律違うから、いや無茶なこと言ってしまったなっていうのはね、もう今の話はイーブンですよ。ただね、もともと天皇家の人だったっていう肩書きは残るでしょう。で、まあ、世界中のその王家の人たちとのつながりっていうのはある程度家族内であるでしょうっていうことは、やっぱりアメリカの法律もある程度身につけておいていただかなかったら、図書館とかでね、中国とか韓国とかのその六法全書みたいなものが置いてますよ。だけどもあれだけじゃ足らないから、日本だったら現行法規、現代日本法規、だから受け使った話で分かる人は分かるんですよ。この人現行法規や現代日本法規までの人やっていうことが、国会にテレビ局のアナウンサー、現行法規とか現代日本法規で平成11年に朝鮮半島に軽水路の支援をいたしますって、そういう、 あのもう法律もう平成11年作ってるんですよ、国会で。わかります？別にもう北朝鮮とか韓国とかでそんなにややこしい物事の見方しないで、まあ、僕の方が20歳ぐらいの頃言い出した話かも、平成11年だから違うかな、どうかな、まあ、ちょっと、難しいご判断ですね、その当時の方たちに聞いてみないと。本当の歴史知ってますかって、朝鮮半島と日本本当は戦争してないんですよって話やで。いや日本と、ね、朝鮮半島、昔の 朝鮮共和国でしたっけ、であと台湾、まあその3つの国合わせて2億人届くかどうかじゃないですか、人口せめてそれぐらいの数で外交しなかった。東の方は超大国アメリカ、西の方は超大国中国、北の方は超大国ロシア、せめてこれぐらいの人数集まって話し合いぐらいは分かってますから、我々も本当第二次世界大戦に原爆2発落とされた方だから、本当にそれまでミッドウェーでもうボロ負けして、もう日本の海軍、その当時の海軍という言い方でいいんです、もうほとんどないから、戦力で沖縄から順番にもう上陸されていったでしょう。で本州からもうね、いろんなところ、九州もそうでしょう、絨毯爆撃されたでしょう、もうそれ条約違反、本当に そんなめちゃくちゃなことでダメだから、一般市民の頭の上にね、家の上に、あと焼夷弾とかね、燃える方、最初ガソリンをちょっとこう経過して投下するんですよ。もうすごい燃えるから、当時わらぶき屋根とかだったでしょ、木造の家屋は当たり前だったでしょ、だから、周りに燃え広がるでしょ、まあ、そういうのは僕が幼稚園の頃に習っていたピアノの先生、まあ、女性の方だったんですけどね、僕は小学生か中学生ぐらいの頃にお亡くなりになったんですけども、その人にね、その当時のことを、教えていただいたんですよ。
ですかね、もう戦争なんかすぐ揉める気ないからちょっと周りの国も、あいさんがあれやって考えて作ったけど、まあ、ちょっとぐらいお金払ったりになるぐらい言ってもらいます。その米高さんも動きやすいでしょうから、だから最終的にはまあどこまでできるかわからないですよ。もう最悪でもいいからせめて任天堂とソニーを合併して家庭用ゲーム機をね一つにでもしないと、まあ、そこへ Xbox、マイクロソフトさんで中国のテンセントで、みんな話折り合いつくでしょ。いや、ゴミの体積それ減らせるから、資源の残存量問題そこ真面目に取り込まないと、まあ、僕もどこまでその話持っていけるかわかんないですけど、次のプレイステーションが次の予定の話とかの記事が任天堂だったから、もう絶対しちゃダメですよ。まだ僕からのしっかりしたね、しっかりした確約が両陣営からツイッターとかテンセントさんからこういう回答が、マイクロソフトさんからこういう回答があって、そこまでの話僕は YouTube で言ったから、もうそれもちょっと、もう今のゲーム機でいいから、ゲームってアイディアなんです。そこももうプレイしてる方がもうみんなついていけないから、そんなにハードの性能についていけないんです。みんなが、消費者の方がちょっともうそれ頑張っても、あと10年ぐらいちょっと話そこある程度もう最悪もう任天堂とそのソニーが合併するところで一旦決着ででもいいから、もうちょっとそれまでもう次の世代の家庭ゲーム機作るのなし、本当にもう当分本当に10年ぐらいもうその以内にもうアイデアもうそこだ、みんなに話つけてね、決着つけて、でこれ以降のところでしっかりしたものを作りましょう。ありますか、もう考えてるから、こちらの方で本当に任天堂スイッチは僕のアイデアで作ってもらったんですけど、コントロールあんな中途わざとしたっちゃう、はあ、まあウィキペディアの内容ね、皆さんご注意してください。本当にメモとか画像で口調心地を押さえとくぞくらいでみんな言いながらそれ写真を収めといたら関連するから、ウィキペディアのそのデータがを変えようとしてる連中が。バイオリン弾く人で石川綾子さんっていう人と、マークでなんか、その人の名前この間言えてたんですけどもごめんなさい、ごちゃごちゃになるんですよ。バイオしてることと名前見てて、最初アーマークで僕ついにワードビジネス立てないと、いや石川綾子さんの方が髪の毛長いでしょ、もともとで大江真理子髪の毛長いでしょ、もともと音楽できる方でアナウンサーになったのって、もしもの時のためにバイオリン経済ちゃんと分かってる、破産とかある、倒産ある分かってる、いざとなったらバイオリンなんとか自分のなんとかね主演に思える、あそういうことかなと思って大江真理子が淡い系アーマーク使い始めたのっていうワードに育てないと放送中に聞いて聞こえるようになってるんです。ちゃんと政府上層部に許可もらってるから、総理、総理とかにもう許可でいいです。もう歴代の総理がちゃんと国会の途中で僕からの声が聞こえてきた時に言いますから、今のお前のままでいいって違う角度から真正面から言ってるのに、そうに議長のもうあの角度は本当はそのもっと奥、両方ともそうだったかどうか僕もちょっともう見に行かないとわからないから、本当は天皇陛下が座るところその方向にもなってるんですよ。そうに僕ずっと真面目な期間ずっと残してましたから、もうこれもう笑ってしまう仕方ないでしょ。
サオリもコンピューター遊ばれてる方かもしれない。本当にもういや本当はエネルギーの残存量問題はもうみんな笑い事じゃないから、もうみんなコンピューターに遊ばれて、そのもうエネルギーの急に底つき始めて輸入止まる方かもしれないから、日本も本当にもうその辺は笑い事じゃないから、そこは真面目にしましたね。もうこれ絶対もうその話してる時にみんなは笑い始めたら、もう僕も泣いてしまうかもしれないから、本当にもう先大体見えてるから。だって25年間も何も進んでなかったんですもん。かまど発電も地下水油トンネル発電も河川水門化栄式ダム発電もマグマ発電も、マグマ発電の方は金属の採掘も込みですよ。あとメタンガスの抽出とか以上です。もう全然世の中冗談じゃない状況です。皆さん頑張りましょう。以上です。